インタビューとかそういうのはしたことあるけど、本当に初めてかもしれない、トーク番組なんて。ひな壇もないですよね。ひな壇なんかあるわけない。ひな壇を作ったことあるけど。そうです。一番困るのはさ、いつも困るんだけどさ、結婚何周年ですけど、なんか秘訣をとか言うじゃない。すんごい困るんだけど。ね。うん。お気づならわかるでしょ。ケツも難しいよね。現役の頃はバラエティって情報番組、はい、どっかのお店を紹介するとか、ロケ行って、東京のなんとかのスポットとかっていうのはやったことあるけど、こうやってトーク番組でスタジオでなんて初めてだね。生まれて初めてのことが今日起きようとしてる。やべやべ。ドラマとかね。ドラマとかには舞台とか、舞台とかそういうのはあるけど、そう、トーク番組なんかないでしょ。トーク番組ないない。山城さんの裏の仕事してたからね。そう、その時は知ってるけどね。その時はね、横には何百回も行ったけど、行ったけど、駐車場、ホテルじゃない駐車場、じゃない駐車場に、あっち通過してくる、はい、で、矢印方向に向かってどんどん行くと行けます。まだつってました、メイク。もうちょっとしてから。程よきところでっていう。あ、じゃあまだ。3時半ぐらい。手回ってんの。変だね、それね。ペンのうちに。変だな。そんな2つで書かれたことないから。うん。なんか、そのままだけでいい。なんかさ、それって大丈夫ですか？何が？着替えの前は。しぶり着なくて。はい、大丈夫そうですか？これで、説得力がない。メイクしてから。取れる取れる。これ、ウィーンって引っ張ればいいんだから。ハサミも切っちゃう。あ、本当ですか？あ、じゃあ大丈夫です。スタジオに来るのすら久しぶりだから、ね、現場来ないから最近、うん、そうだね、うん、あ、そうだね、うん、確かすごいやってますよね。あのなんか20時までやってるって書いてあった、知りました。しましょう。伺いますんで。すいません。はい、よろしくお願いします。はい。はい。もうまだまだ。まだ。こことここに座る感じかな。うん。呼び込みはもう終わったってこと？うん。そうなのかな。最初から座ってんじゃないの、もしかしたら。扉前から移動だよ。ほら、扉前に立って、
どうしよう、転んだら大丈夫でしょ。社長の後ろのあれだけコードだけ。面白かった。お父さんが緊張しててねえ、めいちゃん、ありがとうございました。はい、お疲れ様。社長、感想は今日緊張しちゃったでしょ。もう無理だな。あ、でも慣れたな。最初で最後っていうことで、もうオファーが来ても断ることにしましょう。いや、断らなくていいよ。断らなくていいよ。またやるよ。いや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 、一人じゃ無理だね。うん、あ、そうですね。お母さんいないと。そうですね、そう思いました。